京南南平成917年の茨南高等大の茨南港進、五寛大の茨南港州大の茨南茨南は中国の五代十国時代に現在の古北省を支配した国、弱小ながら交易の中継点として栄えた南平北諏訪へとも。ただし実際には中原の五代王朝の節度史の一人に過ぎず、 独立した国家ではなかったとする遺説がある。子祖、孔末沖は、先州、石の人で、弁州の商人の家僕から身を起こし、主前中の軍に身を投じて信任され、副将として、主前中に従い、各地を転戦した。907年に、主前中が党を滅ぼして、公領を建てると、孔末沖は、警備並説土とされ、戦火の絶えなかった、この地の復興に力を注いだ。 その後、主前中が死ぬと、慶州、紀州、州の三州をもって自立した。その後、高領が高等に滅ぼされると、高等にも昇進して925年に、南平王に封ぜられる。しかし、高等の前食攻めに際して、自らの食に勢力を伸ばす構想を阻まれたことから、高等と断絶し、東の暮れに昇進した、翌年の926年に、 こ末沖おきが死去すると、長男の工獣会が後を継いで、慶南節度師になる。工獣会は改めて、高等に、昇進し、934年に、南平王とされた。さらに、周辺の呉、南韓五色すべてに対して、昇進し、平和を保つことに不信した。慶南が拡挙した慶州は、中国のへそとも言うべき重要な戦略的、要衝である。 工獣会は常実のような巧みな勢略で各国の勢力干渉地帯としてこの地の重要さを諸国に認めさせ弱小国であることを逆手に取った平和を作り出し巨大な公易中継地点として警民神を栄えさせた工獣会は948年に死去し工獣会の三男高安徹が後を継ぐその頃の中原では高等が滅んだ後に更新を観光衆と 相次いで政権が入れ替わった。高安徹は甲州に対して昇進し、954年に南平王に封ぜられた。その後、甲州の清掃による統一事業が始まり、甲州が南東を攻めた時には、高安徹も同調して兵を出した。さらに、甲州から総への前城が行われると、総にも昇進した。高安徹は960年に死去し、 高安継江が、京南節度市の地位を継ぐ。高安継江は、無用な土木工事を起こし、協楽を好んだために、民心は離れた。高安継江は962年に死去し、おいで、高安徹の長男の高継沖が、京南節度市の地位を継ぐ。その後、僧の大祖による統一事業が開始され、最も弱小で、かつ重要な地を占める、 茨南が最初の目標とされた。甲次ツは、南の諏訪へを攻めるために道を貸せとの総側の要求に屈して通過を許したが、総軍は領内を通過中に、京南に対しても降伏を求め、963年に京南は滅んだ。甲次ツは、その後、海風へと連れられ、総の節度使とされて973年に天寿を全うした。ちなみに、 万事休すという言葉は、工獣会が、高安継を可愛がりすぎることを、周りの人間が嘆いたという古事からできた、古事成語である。なお、山崎聡氏は、慶民並みに与えられた、南平王は、平王と呼ばれる、中国が偏教を支配する有力節度師に与えた、称号であり、慶民並みは自立性が強かったものの領域内の志士、任命権や中央行政府すら持っておらず、 他の旧国のように自立した国家ではなく、五大王朝の領域の一部であったとする説を唱えている。竹信部王、高巣へ置き文献王、高重海底王、高安徹高安杉枝高継置き、史実願行為が引用する民衆実録によれば、慶民並の志士は朝廷が任命しており、高等の天聖2年2月に、高巣へ置きが、 死死任命権を朝廷に求めたところ拒絶されたという。山崎によれば、十国の概念が初めて登場したのは、王陽治の五大式が最初であり、その少し前に書かれた道ぶりの九国史には、京南が加えられておらず、王陽治と同時代にあたる孫の道林が、自閉元年に皇帝に献上する際に、京南の二冠を補われたが、不十分であったため、 改めて士官の超東映が、北諏訪二官を補ったという、山崎聡氏、五代の中国と平和 ISBN978 から4から762928666、初週、山崎中国五代国家論 ISBN978 から4から784215454、ありがとうございます。